上から見たカリウムチャネル紫の点はカリウムイオンを表すカリウムチャネルとは細胞膜に存在するイオンチャネルの一種であるほとんどの細胞に存在しカリウムイオンを選択的に通過させるそれによって細胞の機能を維持しているカリウムチャネルはニューロンのような興奮性細胞で活動電位と静止電位を調節している真菌のカリウムチャネルがうまく活動電位を 調節できなくなった場合、心不全などを起こす可能性がある。カリウムチャンネルはいくつかのホルモンの分泌の調整に関わっている。従って、カリウムチャンネルがうまく働かない場合は、糖尿病等の疾病になる可能性もある。カリウムチャンネルは大きく分けて、以下の4種類に分けられる。カリウムチャンネルクバップの構造脂質に重層が赤と青の線によって示されている。 紫の玉はカリウムイオンを示している。カリウムチャネルの結晶構造は、はじめ放線菌由来のカリウムチャネルイクさについて、ロデリック・マキノンらによって解かれた。現在までに、人由来のカリウムチャネル等多数のカリウムチャネルの結晶構造が報告されている。カリウムチャネルは、イオントーカルを形成する、ポアドメインと刺激を受容するドメインから形成される。 ポアドメインの構造は全てのカリウムチャンネルで高度に保存されており、刺激を受容するドメインはカリウムチャンネルごとに多様な構造をとっている。ポアドメインは対称な4両体として形成されている。ポアドメインを形成する各サブユニットは2本の膜、貫通ヘリックスとそれをつなぐポアループからなる。この4両体の中央には4等カロが形成され、 イオン透過路上の細胞外側には洗濯フィルター、中央には中央口、細胞内側にはヘリックスゲートがある。バクテリアのケイクサカリウムチャンネルの構造スレオニンの赤い部分は酸素原子、緑の部分は炭素原子を表す。紫の玉はカリウム、赤い玉は酸素原子である。洗濯フィルターはイオン透過路上の細胞外側に位置している。 p ループ中の一部の残機によって形成され、洗濯フィルターのアミノ酸配列及び立体構造はカリウムチャンネル間で高度に保存されており、洗濯フィルターによってカリウムイオンだけが透過できるようになっている。洗濯フィルターは各アミノ酸の主冊カルボニル酸素がイオン透過路側に向いた構造をとっている。洗濯フィルター中のカリウムイオンは脱水はした状態にあるが、 これらのカルボニル酸素と配位することで脱水はした状態でも安定に存在することができる。このようにカリウムイオンが安定して存在できる場所は選択フィルター中に4箇所存在する。カリウムイオンの選択性はカリウムチャネルと核イオンの親和性の違いおよび選択フィルター上に4箇所のカリウムイオン結合部位が一列に存在している。 ことによって生じていることが提唱されている。イオントーカーロの中央部付近には10程度の広さの中心口がある。細胞内側から細胞外側へカリウムイオンが通過する際には中心口までは水和した状態のカリウムイオンが到達し、中心口から洗濯フィルターへと受け渡される際にカリウムイオンが脱水和する。P ループ中にあるヘリックスの C 末端側が 中心光に向いており、このヘリックスの電気双極子モーメントにより、中心光はわずかに負に帯電している。このために、中心光ではカリウムイオンのような価値音が安定に存在することが可能となっている。イオントーカーの細胞内側にはヘリックスゲートがある。この部位は、膜電位の変化やリガンドの結合といった刺激に応じて開閉し、カリウムイオンの透過、非透過を制御している。 G タンパク質協約型内向き、整流性カリウムチャンネルの中には、ムスカリン受容体によって活性化されカリウムイオンを透過するようになるものがある。これらは、ムスカリンカリウムチャンネルと呼ばれる。G タンパク質協約型内向き、整流性カリウムチャンネルには、ガーク1、ガーク4の4つのサブタイプがあるが、ムスカリンカリウムチャンネルは2つのガーク1と2つのガーク4で構成された。 ヘテロ4両体である。例えば、心臓に存在しているムスカリンカリウムチャンネルは副交換神経のエブに、ムスカリン受容体によって活性化され、外向きのカリウムイオン電流を生じることで、心拍数を低下させる。ありがとうございます。